んか来てますか。いやさっきなんか黙って大きいの釣ったじゃないですか。ちょっと来てます。なんかいや来てない。来てない。また戻しとこうか。そうもぞもぞしてます。あたりがおかしいと言われるときはだいたい怪しいですもんね。ダメですか。まだ潮が動いてませんね。本ちゃんじゃないですね。先生頑張ってここで釣ってください。はい、あとちょっと30分ばかり待ってください。30分。なんか来た。なんか来てますか。ちっちゃいとか。おお。ワカサギじゃないですよね。キスというんじゃないか。キぐらいじゃないですか。万が一来てもちっちゃい。来てない確率は5割。わあ、そうですか。ちょっと見てみましょう。はい、ちょっと画面に映らない。どこ行きました。今日はメゴチの餌。おっとメゴチの餌。これをじゃあメゴチの餌にして、はい、じゃあここから釣りじゃなくてメゴチの釣り方教室にしましょうかね。今からこれをこのちゃんと用意してある、あちゃ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 マゴチ用の仕掛けに、つけます。そして先生、はい、餌をつけます。マゴチ釣り教室、口に針をかけて、ガッとかけて、それで、重りは何号ですか、それ、マゴチ。これ長さ変わらんの。重りは25です。重り25。ちょっと浅いですからね。ここを置き竿にするわけですね。はい。でヒラメとマゴチを。マゴチです。マゴチですか。ヒラメはあんまり来ないかな。あ、ヒラメは狙ってないわけですね。マゴチは、たまに来ますか。はい。確率の高いのは餌ですね。確率高いの餌。はい。はい。でもさっき先生、あげてる途中で切られてたのはあれは。サメやないか。サメ。サメが折るとこや。おお、危なかった。でも仕掛けが切れたから良かったですね。いや、釣れとったら泳ぐ今なんか今日は。晩飯の打ち合わせしようとか。ああ、そうか。よし、それじゃあ2匹目行ってみましょう。よっしゃ。お前。なんかなんか。餌用にちゃんと。私の方は来てないかな。ね、もう少し6時半今ああ。うん。潮が。動き出した頃ですね。ちょっとさっきから釣れましたもんね。何匹か。さあどうだ。まあ、当たりが来たかな。まだですか。ちょっと錆びてみます。おいおい。寄せてあげて。さあどうだ。来ない。うわっと。こっちの置き竿の方はどうですかね。沈黙してますか。沈黙ですね。今日はでも天気はいいですね。ちょうどイカダの少し沖合というところですかね。天気は言うことなし。